トングマスター RTA、星1。イニシエのスーパーファミコン時代のハドソンが作り出したクソゲー、自分で買って遊ぶには苦痛すぎるゲームをアウトソーシングしてくれる RTA 動画の制作者はとてもありがたい。シナリオはクソゲーの要素を凝縮したような作品であり圧巻。主人公はクソ強魔力を持っているという設定の歌魔法の使い手だが、強すぎる歌を制御できないジャイアンという感じ。そこで主人公くんが在籍している歌学校では拉致が開かないので、学校の外にいるという達人に教えを請いに行けということで RPG が始まる感じ。この設定が入るが RPG が始まってから、主人公は覚えた魔法を失敗するとかそんな要素は一切なく、本気という設定は一体何？といった大変雑な作り出し、歌魔法をコントロールするという前半のネタは全部吹き飛んで悪い魔王が出てきたから星を救ってくれみたいな感じになっていくという行き当たりばったりの作品。ここからネタバレ。歌魔法を完璧にするために3つのアイテムを集めて、それによって世界は救われるだろうみたいなネタが入るが、アイテムはコレクション要素というかクラブ管理でしかなく、ストーリーには一切関わらないし、スーファミの時代のラストにまさかのラグランジュポイントをダムネタをぶち込んでくる感じであり、鉄血のオルフェンズのような、とりあえず殺しておけば感動するでしょという安易なやつなので、プレイヤーは置いてきぼりを食らうし、何一つ感情が動かない名作。その他にも、作りながらシナリオを構築しているだろと感じるような駆け足感が半端なく、突然ネタをぶっ込んで、過去のネタとの整合性は一切取らないなどのゲームの荒がいい味を出している。ラスボス後も完全体フリーザ様になって一番バトルが盛り上がるであろうと思われるところはソードマスターヤマトのようにやっつけで終わらせるし、ラストにいきなり SF ネタをぶち込んできて、それまではドラクエ風の RPG 世界観だったのに唐突すぎて最後までプレイヤーを引き剥がすことに余念がない。録画データを紛失したらしく、画質が極めて悪く、回線が弱く、倍速がほぼかけられないニコ動でしか見れないのが致命的。ゲーム自体の情報量が極めて薄く、クソゲーなので4倍速くらいで情報量として過不足ない感じのゲーム。